八田村は山梨県中駒郡に存在した村。地名は開墾地であることを示す、春田に由来か。県中西部、郡北東部に位置。絵の字型の町域で、北は東流する五直市側を境に、韮崎市南部と東は南流する釜梨川を境に龍王町と北駒郡、双葉町、西から南にかけては白根町東部と接している。 五直市側と鎌梨川は、長域北東部の八後島で合流。五直市側戦場地の北端にあたり、戦場地末端を鎌梨川が侵食して南北に崖を形成している。鎌梨川岸一帯は水害を受けやすい。戦場地であるため開発は遅れ、高校遺跡も乏しい。八後島北端の石山に隣接するニラサ支流、岡町から続く地域には、わずかに、 縄文時代の住居士が見られる。古代の律令成果では、駒群に属していたと考えられているが、否定できる古代号はなく、俗に本気、上和2年4月上には桂原新能に、場合や空間地が与えられたと記されており、尊域を含む地域に否定されている。また、絵の起源には、養老二年伝、行紀創建の長谷寺があり、本尊の十一面観論は、 古くから玄七号の村々の守る観論であった。平安時代後期から鎌倉時代には、海、源氏の一族が甲府盆地各地へ進出するが、村域における在地領主は明らかではない。韮崎市付近に位置するあまり草を領した海一条市や、南アルプス市、鏡付近の鏡層を領した鏡氏など、隣接地域には、海、 現時の有力氏族の痕跡が見られ、いずれかの支配下に属していたと考えられている。南アルプスした顔の保健新社所蔵の転覆元年12月15日名のご正体に見られる釜梨川うわに一帯を指す、八田巻に対し、天文13年には八田巻の後ろ身と考えられている、八田層を示す資料があり、中世には開発が進み巻から昭和園へ発展したと、 考えられている。矢後島には、曽我と木舟を捕獲したことで知られる、後世五郎丸が後に罪を得て、留罪となり、当地において死去したとする伝承がある。釜梨川、五直子川の両河川は、歴史的には流路を変えており、たびたび水害に見舞われた。村域には、前五直子川の流路も存在している。また、釜梨川も、戦国時代には闘流して、 甲府市方面へ流れており、上高砂の旧集落は、現在の釜梨川の中洲付近に存在した。戦国期には、武田市による震源亭の築堤、五直市川の治水が行われ、六河西端に堤防を築き、五直市川流路を、北東の源流路へ分流させた。治水工事が施されると、透水性のある砂礫を含む小江土を生かした、国葬地帯となった。 徳永の長森院近辺は、武田氏家臣である金丸畜前神の館であったと伝わる。虎木の子孫は、武田家の不代家老となった土山札倉土屋氏の氏族を排出した。近世の旧筋二両では、駒郡、西郷里筋に属し、六家、八五島、上高砂、下、高砂、徳永への起源の六家村が成立する。が、初期は、 幕府直轄領で、甲府藩領を経て、京方九年には再び幕領となり、矢後島、徳永、江の起源の三家村は、甲府大官支配となる。下高砂村は原文四年から、寛延初年頃まで上、飯田大官所支配であり、その他の村も上飯田大官所、伊沢大官所支配の時期があったと考えられている。さらに、天保三年には、徳永村を除く五家村が、 市川大官所から、伊沢大官所支配に変わっている。文久2年頃には徳永村が、市川大官、徳永村を除く5家村が、伊沢大官所支配となっており、目まぐるしい変遷を繰り返している。六河村は南北に、春新王冠が通過する交通の要衝として知られる。近世には、用水路の改作が行われ、矢後島村では、 釜梨川から取水した四河村関が開作され、上高砂、下高砂、徳永への起源の四河村を考えした。また、漢文十年までには、徳島関が開作され、矢後島、六河において考えが行われ、戦場地の神殿開発が行われた。さらに下高砂村、徳永村、上今、諏訪村では、釜梨川から取水した三河村関も利用された。 一方で、用水路の開発による水路にも多発した。火永7年には四火村石において植えた笠子村と三火村の間で騒論が起こっているほか、天保8年、火永3年には三火村石の対岸に位置する玉川八幡邸を管理する玉川村、西岩田村との騒論も発生した。安政3年6月には西岩田村が三火村石の水路を越えて飲水を行うと、 これに対し上高砂村をはじめとする五花村との騒論となり、江戸に出布する事態となり、同年11月に決着した。近世、近代には養蚕も盛んであったが、戦後にはブドウ、桃のほかキウイフルーツなどの果樹栽培に移行し、キウイワインの醸造や冬の南西風を利用したコロガキの生産も行われている。旧東流新四流王新元帝の対岸に位置する上、 高砂地区では、神明川に沿ってクズリュの祠らが祀られている。旧東流神市は、天竜川で祀られていた水神が、江戸時代の文政年間に誕生されたものであるという。現代の農造地やご島には、農造池があり、池の主である赤牛に関する湾が子伝説が伝わっている。農造池は、相当衆寺院である、桃竹寺の裏に所在し、面積は、 約7 0ルとされる。現在はコンクリートによる護岸が施されている。池の東には鎮守である稲荷神社が鎮座し、池の西には座王権現、中島には弁天が祀られている。池の西側には格闘場が存在する。石英角戦石安山岩製高さは99.5センチメートル、幅15センチメートル。六角水型で、長部は とがり城山形で、身部上部には二条の切れ込みが施されており、朱塗りの円形が見られる。年代は不詳。三文字文の牧書も見られるが、判読されていない。江戸後期の海の国史にも農造池が記載される。湾菓子伝説は全国的に分布しているが、北見敏夫は1954年時点で全国的な150例を報告し、山梨県は、 長野県の43例、愛知県の24例に次ぐ14例を報告している。山梨県の湾菓子伝承は主に釜無川流域に分布しており、借主貸主にバリエーションが見られるものの、特定の場所において全部の拝借を願うと、翌日に必要な数が用意されているが、不心得者が湾を返さなかったために中断するという類型的な事例が見られる。 農造池の湾菓子伝説は、貸主が池の主である赤牛で、雨漕いをした際には雨を降らせ、困った際には願い事を叶える存在であり、人を寄せの際には前湾を貸していたという。ところが、不心得者が湾を返さず、お物を洗うなどしたため、怒った赤牛が池を去り甘利山の沢原池に移ったとする内容になっている。長谷寺、本堂へ原の長谷寺本堂は、辻一揆。 旧済一枚、胸札一枚と共に1907年8月28日に重要文化財指定。また、矢後島にある樹齢400年とも言われる白心の大木は1959年2月9日に、県指定の天然記念物。ありがとうございます。